線香を落とさないために滑り止めテープを貼っている人がいらっしゃいますが、森谷先生はどう思われますか？僕はね、貼らないタイプですね。まあ、滑り止めのやつを貼るとなんかね、僕結構水ぶくれができたりするんですよ、手に。なんか摩擦になったりとかして、なんか豆とか水ぶくれができやすいので、あんまりなんかスティックには何も貼らないようにはしてたりしますかね。どうしても汗かいてスティックが滑っちゃうみたいな人は、塗装されてないスティック。無塗装のスティックがあるんですよ。なんかスティックってニスみたいな、ちょっとこう軽く塗ってあるんですけど、全く何も塗ってない無塗装のスティックっていうのがあって、それは割とその汗を吸ってくれたりとか、滑りにくくなってきたりとかもするので、なんかそういうものを使ってもらってもいいんじゃないかなと思いますけどね。